プラフトゥーワンの日本語豆知識。今日の2人の会話はこちらです。2人の会話を聞いてみましょう。あの子ちょっと不思議な感じだよね。世間知らずというか世間連れしているというか。うん、たまに会話が噛み合わないよね。この2人の会話には誤っている表現があります。さてどこでしょうか。探してみましょう。誤っている表現はここです。世間連れしているは、正しくは世間を渡ってきてずる賢くなっているという意味です。一般的な考え方とずれているという意味では使いません。世間連れしているを使った正しい会話例はこちら。あの子は本当に純粋な子だよね。そうだね、世間連れしていない人だよね。のように使うと良いでしょう。以上、プラウトゥーワンの日本語豆知識でした。